ユルバースカーン、ウイグル語、ラテン語自転車、ヤルバースカーン、高所15年7月17日から1971年7月27日は、中華民国の軍人、政治家。新疆マラルベシ県出身のウイグル人。新疆省政府主席を務めた。字は、慶福、別名は、マフムートウシュル、旧漢字表記は、行楽愛子。ハナフィー学派の信徒。 高所十五年、栄吉佐しかじ家霊長に生まれる。幼少期に両親を亡くし、8歳の時に、姉の夫にあたるカシュガルドのコウヒカリたちの養子となり、後継服と改名した。2年後、養父のコウヒカリたちは、タシクルガン辺境の紛争の処理に尽くしていないとして、聖長に斬首された。ユルバースの姉は、クムルハンコクハミカ王のマクスドシャーの副診のエズイズ。 カーディーと再婚したため、ユルバースも共に、ハミカイオフに入った。一年も経たずして、またも、ユルバースの姉は、イブラヒムベクの父方のいとこと再婚し、この時期、ユルバースは、だんだんと、商業活動に従事するようになった。戦闘2年、ユルバースは、ハミカイオフの通じ及び手のひらことに、侵害革命が起こると、クムルのウイグル族の農民は、 翌1912年から農民軍を組織し、ティムル・ニアーズの指揮の下、クムル付近の三法を奪取し、バルクルに侵入する新教将軍を攻撃して、総兵の駅森富を生け取りとした。ユルバースは密かに農民軍を資金援助していた。ティムル・ニアーズが新教都督となった洋造神に殺害されて、農民軍が瓦解すると、ユルバースはマクス・ドシャーに密告し、 ハミカイオうが農民軍の残党を捕殺するのを手伝った。あとに、ユルバースは、ヨウ洋シンによって、ハミに新設された感謝局のスケベンに任命された。1928年に、ヨシンが視察されると、金主人が心境ただし弁となった。1930年6月6日、ハミカイオうのマクス・ドシャーが病行くすると、金主人はカイドキリュウを実施して、 ハミカようの特権を廃止したため、ホウジャニアーズを指導者とするクムル反乱が勃発した。ユルバースはホウジャニアーズとバ馬中エイと共謀して金寿人を打倒した。ユルバースは密かに反乱軍に資金援助してヨシミを通じていた。ホウジャニアーズはユルバースを南京に派遣し、官縮で艦海軍閥のバ馬中エイと遭遇し、彼を新疆に引き入れた。 1931年、馬チ英は、新疆へ進軍したが、蝶マスモトの部隊と遭遇し深げを追って、官宿へ退却すると、ユルバースと宝者にアーズも、山中へ退却した。ユルバースは、南京に、国民党の支援を求めに行く途中で、馬中英に拘束されたが、馬中英が新疆を奪取した後に、国民党が、馬中英を指導者として承認するという約束を、 すでに交わしていたとみなす者もいる。1933年4月12日、金主人は、聖世祭によって追放され、劉文劉が、新疆省政府の主席に、森世祭は、臨時、ただ主弁となり、1934年から1937年の間に、聖世祭が新疆を支配した。1933年5月、ヨシフスターリンに近しい信人の、 中ウルムキソビエト総領事のガレギンはプレソフ中介の元ホージ者ニアーズは聖世祭と和平協定を結び南新疆の支配の保障の見返りとしてバ馬エイに対するウイグル兵の撤退に合意した。漢人がすでに喪失した南新疆やバ馬エイ軍の支配するトルファンボンチやクムルチクでは様々な反乱勢力の間で血まみれの権力闘争が進展していた。 天山山無南部の領域は、新疆で独立地位にあると認められ、漢人は協定で天山を横断しないことを約束した。ユルバースは、法者ニアーズのこの決定に従わず、国民党第36師団の補給部門長に自分を任命した場中エと同盟し続けた。1934年7月7日、紫泥泉泉駅で、生世祭に大敗した。 バー中への南新疆からの撤退とソ連領土での抑留の後、ユルバースは、聖世祭と和平合意にこぎつけると、竜文流と聖世祭への支持を公表し、クムルにおけるウイグル連隊長として留め置かれ、クムル県県庁に自らを任命するとその地位は、聖世祭の承認を得た。1937年5月、ウイグル第6師団と第36ドンガン団が、 新疆省政府に対して南新疆反乱を起こすとカシュガリアの反乱軍はクムレの基地から新疆と中国本土の連絡を切断するようユルバースに求めた。1937年中国高能高軍に指示軍左支体が西保市京に到達すると森世才はこの部隊が新疆に入ることに同意したがユルバースは反対した。 五千人の干渉軍を含むソ連の軍事援助を得た森世彩が反乱を鎮圧するためハミに攻め入るとユルバースはトンコへ逃亡しその後青海に至り大海軍閥のマホカオルに歓迎された1937年ユルバースは逃亡先の南京で紹介石と会見した1938年紹介石から 国民政府軍人員会中上参議に任命された。その後、ユルバースは国民党中央監察委員にも任命された。1946年秋、ユルバースはハミに帰還し、森世財によって没収されなかった財産は新任の新京省政府主席、オサム中によって返還された。1947年、ユルバースはハミク 正しさ指定委員権ハミク保安司令とハミク、国民党党務指導員に就任した。1949年9月新共和平記議の後、新共臨時政府はユルバースをハミ戦員と公所戦員に留任し、この行動省も県庁に留任された。1949年、ユルバースは海賊騎兵と白系ロシア人を率い、新共を引き継いだ。 人民解放軍と戦った。1950年、ユルバースは中華民国政府から新疆省政府主席に任命され、死去するまでその地位に止まった。1951年、部隊のほとんどが脱走すると、チベット経由でインドのカルカッタへ亡命しようとしたが、そこでダライラマの軍の攻撃を受けた。インドに逃れた後、蒸気船に乗って台湾の台北へ向かった。 1969年には、自身の回想録、行楽博士回憶録が出版された。1971年7月27日、台北において82歳で病ゆくした。ユルバースは、新疆を、中華民国の一部と主張し続けた、紹介石と国民党に味方したため、ウィックル人からは、ムハンマド・アミーン・ブグラヤ・エサ・ユスプ・アルプテキンと並んで、 東トルキスタン独立運動の裏切り者と呼ばれた。ありがとうございます。